モンハンを始めた時、最初に悩むのは武器選びだよな。今回は自分に合った武器を探している人向けに、武器を選ぶ時の考え方をいくつか紹介していくぜ。ねえマリサ、知り合いがサンブレイクからモンハン始めるって言ってたんだけど、マリサだったら最初はどの武器をおすすめする？悪いが霊夢、私はそういう時に、初心者にはこの武器がいい、みたいなことを言わないようにしてるんだ。え、どうして？初めての武器選びは、今後のハンターライフを大きく左右する大事なイベントだからだ。最初に慣れ親しんだ武器というのは、今だけでなくこの先も長く使っていく可能性が高い。そんな重大な決定に対して、軽々しく口を挟むことはできないぜ。確かに。道具ではなく、相棒を選んでいるようなものよね。だから、最初に使う武器は自分の感性で決めるのが一番だ。初心者にはいろんな武器種を試してみてほしいしな。自分で実際に触れた上で、相棒を決めるのがいいだろう。なるほど、そうね。私ならおすすめはせずに、武器を選ぶ時の視点をいくつか例として紹介するだけにとどめるぜ。それを聞いてもらった上で、相手に選んでもらうかな。マリサならどんな風に説明するの？参考にしたいわ。その前に、モンハンに登場する武器について軽くおさらいしておこうか。14種類もあるのよね。選択肢が多いから助かるわ。まず1種目は体剣だ。体剣はハンターの身長を超えるほどの巨大な剣で、モンスターハンターシリーズを代表する武器だな。見た目通り攻撃が重く、リーチも長い。様々なため切りで一撃必殺を狙う、シンプルイズベストという言葉を具現化したような荒々しい近接武器だ。ザ・モンハンって感じね。2種目は太刀だ。太刀はその名の通りに本刀のような形をした近接武器で、モンスターを切って清めることで鋭さを増していく。長いリーチに様々な攻撃手段、豊富なカウンターと何でもできる武器だぜ。コンセプトの一つが自分に酔える武器というだけあって、それに見合ったスタイリッシュなアクションができるのも特徴だ。かっこよさを追求した武器ってわけね。3種目は片手剣だ。片手剣は体剣と並ぶモンスターハンターシリーズの代表武器で、左手に構えたナイフのような短剣と、右手につけた盾がセットになっている。高い機動力と素早い攻撃で、攻守のバランスがいい。さらに左手の剣で斬撃を、右手の盾で打撃をそれぞれ扱えるから、斬撃と打撃を器用に使いこなすこともできる。その上に全部機種で唯一、抜刀中にアイテムを使うことができるんだ。何でもできる万能武器なのね。4種目は双剣だ。双剣は片手剣の盾を捨て、両手に短剣を握った二刀流の武器だ。片手剣すら追いつけないほどの圧倒的な機動力と手数でモンスターを圧倒するぜ。属性や状態以上もお手のものだ。そしてスタミナを引き換えにした固有アクションの基人化によって、この連撃はさらに加速する。守りを捨てて攻めに特化した、まさに超攻撃型の武器だぜ。二刀流。やっぱりかっこいいわ。5種目はハンマーだ。ハンマーは打撃系の近接武器で、モンスターを叩き潰す巨大な槌だ。シンプルな見た目通り、威力の高い攻撃も多い。頭や角を殴れば、巨大なモンスターすら気絶させられる。それほどの攻撃性能を持っておきながら、抜刀中の機動力もあるんだぜ。荒々しい武骨な武器ね。6種目は狩猟笛だ。狩猟笛は巨大な笛型のハンマーといった形をしている。攻撃と仲間への援護が一体化した、かなりユニークな武器種だぜ。武器ごとに違う旋律を奏でて、その効果で自らと仲間を強化しながら戦うんだ。これを装備してモンスターを相手にするハンターは、さながら戦う音楽家だな。戦う音楽家。少年漫画のキャラみたい。7種目はランスだ。ランスはハンターの背丈よりも長い槍と、体を覆ってしまうほどの重厚な盾を構えて戦う武器だ。盾でモンスターの攻撃をガードし、無防備になったモンスターの弱点をピンポイントで突き刺すという戦い方をする。さらには攻撃の合間にカウンターだってできる、攻守一体の武器だぜ。カウンターが決まると気持ちいいのよね。8種目はガンランスだ。ガンランスはランスの先の部分に大砲のような機能を持たせた、より攻撃的な武器だぜ。戦い方はランスと似ているが、ランス譲りの突きとガンランス独自の機能である砲撃を組み合わせた、多彩なコンボを特徴としている。モンスターの目の前でどっしり構えて、時に撃ち、時に刺すその姿はまさに不動の要塞だ。モンハンにおけるロマン武器といえばこれよね。9種目はスラッシュアックスだな。スラッシュアックスは略してスラークと呼ばれる、折りたたみ式の巨大な斧だ。リーチが長く打点の高い斧モードと、集中攻撃が得意な剣モードの2つの形態を切り替えながら戦う。しかも剣モードにしている間は、どれだけ硬い部位を切っても弾かれることがないという特殊効果もあるぜ。変形武器。これまたロマンが詰まってるわ。10種目はチャージアックスだ。チャージアックスは普段は左手に剣、右手に盾と、片手剣の持ち方を彷彿とさせるスタイルで戦う。チャンスの時は剣と盾を合体させて巨大な斧にし、機動力の剣モードと火力の斧モード、それぞれをうまく使い分けて立ち回るトリッキーな武器だぜ。合体武器なんて、みんな大好きなやつじゃない。11種目は双中棍だ。
総中棍は薙刀のような武器だが、なんとそこに幼虫という虫がセットでついてくる。生き物を利用した武器種は唯一無二だろうな。そしてその虫に指示を出して自身を強化し、時には棒高跳びのように飛び上がって立体的な攻撃をしながら戦うのが、総中棍の戦い方だ。かけり虫も段差も使わずに自分の意志でジャンプ攻撃ができる、数少ない武器種だぜ。なんだか自然と一緒に生きてるって感じのする武器ね。12種目はライトボウガンだ。ボウガンは弾丸を発射してモンスターを狙い撃つ遠距離武器で、ライトボウガンとヘビーボウガンの2種類がある。そのうちライトボウガンは、取り扱いやすさと機動力の高さが売りだぜ。一言で言うならモンハン世界のアサルトライフルだな。一度に3発もの弾丸を撃てる速射機能などによって、全武器でもトップクラスの手数を実現しているぜ。当然、属性や状態異常、味方のサポートも得意だ。ガンナー版片手剣ってとこかしら。13種目はヘビーボウガンだ。ライトボウガンより機動力は下がるものの、その分強力な射撃ができるようになったボウガンだな。ガンランスを要塞と呼ぶなら、こっちは砲台に近い。取り回しは確かにライトより悪いが、その分装填できる弾やその弾数が多かったりと優れたところもあるぜ。技のライト、力のヘビーってわけね。うまく差別化されてるわ。最後は弓だ。弓は矢を放ってモンスターを射る遠距離武器だぜ。さらに瓶を装填することで、特殊な効果を発動させることもできる。扱いが少々独特だが、使いこなした時の火力はまさに一級品だ。遠距離武器ではあるんだが、剣士とボウガンの真ん中くらいの間合いで戦うから、中距離武器という表現がしっくりくるかもしれないな。和風なライズでは、太刀と並んで世界観に合っている武器なのかもしれないわね。以上14種類が、現在のモンハンの武器だぜ。改めて振り返ってみると、本当にたくさん武器があるのね。分かってても驚いちゃうわ。こんなに種類があるんだから、どれを選べばいいかわからなくなっちゃうのも無理はないわね。そうだよな。だから、各武器種の特徴をいくつかの基準で分けて分類してみたぜ。霊夢が説明するときは、これを参考にしてみてくれ。さすがはマリサ。参考にさせてもらうわよ。まずは抜刀中の動きやすさについて比べてみよう。やっぱり、機動力のある武器は扱いやすい武器が多いイメージだな。一覧で見るとわかりやすいわね。でも、狩猟部へとチャークの変化するっていうのはどういうことなの？これはそのままでは遅いが、戦闘中に移動速度を上げることができるという意味だ。狩猟部へは戦慄効果に自分強化というものがあり、その効果時間中はかなり早く動ける。チャージアックスは剣モードならそこまで不便を感じることはないが、斧モードは高い攻撃力の代償として移動速度が大きく下がってしまうんだ。固定されてるってわけじゃないのね。じゃあ、ランスとガンランスの後に米印がついてるのはどういうこと？ランスとガンランスは抜刀しながら歩く時のスピードこそ遅いんだが、どちらにも高速で移動できる技があるんだ。ランスなら突進、ガンランスならブラストダッシュがそれに当たる。機動力の低さをカバーできるってわけね。次はリーチを比べるぜ。やっぱり攻撃が届く距離で見ると、遠距離武器が圧倒的なのね。ガンナーはそもそも間合いが遠くて、使い方が別物だしな。剣士と比べるものじゃない。というか、逆にこれで射程が短かったら困るぜ。それもそうよね。それで、近接武器でリーチが長いメリットって何なの？いろいろあるが、一番はモンスターの高い部位に攻撃できることかな。頭が高い位置にあるモンスターもいるし、尻尾を切るときにも便利だ。確かにそうね。だが、リーチが短いことが完全に不利かというと実はそうでもないんだ。マルチプレイをしているとき、モンスターのダウン中に味方の攻撃が当たってしまったことはないか？あ、味方に当たりにくくなるのね。そうだ。リーチが短いと他人にぶつからないから、マルチに安心して担いでいける。そういう優しい選び方もありだと思うぜ。今度は武器ごとの手数について比較してみようか。これは武器のサイズ感と関係あると思っていいのかしら？スラークやヘビーという例外はあるが、おおむねそう思ってもらっていいぜ。状態異常武器を担いでる人は手数型の武器を使っているイメージがあるわ。いいところに目をつけたな。属性や状態異常を通すときは、手数が多い方が有利なんだ。例えば麻痺属性のハンマーと片手剣で比べると、片手剣の方が早く麻痺させられる。これに関しては複雑な話になってくるから、今は手数が多いと属性が通りやすいくらいの理解で大丈夫だぜ。なるほどね。じゃあ、逆に一撃重視の武器は属性の代わりに物理攻撃が得意ってこと？正解だ。特に体験とハンマーはその性質が強いな。じゃあ、どっちが強いというわけではないのね。そういうことだ。それぞれで得意分野が違うってことだな。次はガードができるかどうか見てみよう。これはおおむね見た目通りって感じね。ガードができる武器では、回避が間に合わなかった時にガードして被弾を防ぐことができるぜ。特に、抜刀時の機動力に乏しい体験なんかだと、いざという時にガードできるのはとても有利だな。さらに言えば、ランスやガンランスは立ち回りの主体になってるし、チャークに関してはカウンターコンボの起点にもなってるぜ。
ヘビーボーガンは盾になりそうなものがないけど、ガードできるの？もちろんそのままではガードできない。だが攻防でシールドパーツを取り付ければ、中心の盾が前からの攻撃を防いでくれるようになるぜ。ガードか回避か、自分で立ち回りを選べるのね。一方ガードができない武器は、盾になるほどの巨大な武器でない分身軽であることが多いぜ。ヘビーに限らず、攻撃にガードか回避のどちらで対処するかは人それぞれだな。今度はカウンター技があるかどうかだ。こうしてみると、カウンターができる武器って意外と多いわ。カウンター武器の筆頭はやはり盾だろうな。見切り蹴りをはじめとしたローリスクかつ高威力のカウンター技が複数ある。全武器で最もカウンターに恵まれていると言える武器だぜ。ランスとチャージアックスは、ガードもカウンターもできるのね。ランスはガードとカウンターが一体になってるし、チャージアックスは、ガードしてから即座に反撃ができるという特徴がある。チャージアックスのカウンターコンボは高威力の大技につなぐこともできるから、かなり強力だ。鉄柱主義でカウンターできる武器も結構あるわね。かけり虫ゲージを使わないとカウンターできないから乱発はできないが、その分カウンターが決まった時の見返りも大きいぜ。カウンターができる武器の中でも、ハンマーと弓以外は鉄柱主義のカウンターも持っているんだ。でも、カウンターって使いこなすのは難しそうね。まあ、そうだな。タイミングがシビアなものもあるから練習は必要になる。その分、使いこなせるようになった時の達成感はひとしおだぜ。次は人によってはかなり気になる、ゲージ管理についてだ。ゲージがあると、考えることが多くなるものね。切れちゃったら、もう一度溜め直さなきゃいけないわけだし。ゲージがある武器は溜めるまでが大変だけど溜め終われば高い火力が出るし、ゲージがない武器はパワーアップできない代わりにいつでも安定したダメージが出せる。これに関しては一長一短ってわけだ。3番目の項目はどういうことなの？これらの武器にはゲージこそないが、ゲージと似た要素があるんだ。まずガンランスとチャーク、そしてガンナー武器3つについてだが、ガンランスとボーガンには弾、チャークと弓には瓶という概念がある。どちらも攻撃するごとに消費していくタイプの要素だ。チャークと弓に関しては同じ瓶でもだいぶ違うんだが、そこは割愛するぜ。それから、狩猟笛と総中棍にはそれぞれ戦慄やエキスといった自己強化要素があって、これを維持しながら戦うことになる武器種だ。ひとくくりにゲージといっても、いろいろあるのね。次は操作のしやすさだ。コンボが複雑かどうか、と言い換えられるかもしれないな。操作が簡単だと使いやすいものね。この標準っていうのはどういうことなの？使うだけなら操作は難しくないが、コンボの派生が多いから使いこなすには練習が必要ってところだな。太刀とか片手剣は初心者向けの武器だと思ってたんだけど。そうだよな。特に太刀は公式が初心者向けとして認識してるし、初期装備にもなってる。片手剣もライズより前はずっと初期装備だったしな。ただどちらも派生が多くて、操作のタイミングが要求される技もあるから、ここでは標準にグループ分けさせてもらったぜ。なるほど。それにしても、やっぱり体験やライトボーガンはシンプルなのね。簡単な武器はやることがわかりやすいから、とっつきやすいのがメリットだな。もちろん奥深さもしっかりあって、熟練者になるほど大技を決められるようになるんだ。シンプルさと奥深さを兼ね備えているってことかしら。逆にチャークみたいな扱いの難しい武器は慣れるまでにかなり時間がかかるが、使いこなせるとかっこいいぜ。あと、ヘビーボーガンは操作こそシンプルだが取り扱いが難しい。そういう意味ではちょっと変わった武器だな。コンボを最後まで決めた時って気持ちいいのよね。最後の項目はロマンだ。かっこいい必殺技がある武器ってことね。当てるには腕と工夫が必要だが、ド派手な上に威力がめちゃくちゃ高い。みたいな技がある武器はロマンが詰まってるよな。こういう大技ってついつい使いたくなるのよね。体験の新ため切りや太刀の兜割りはかっこいいし、ガンランスの遊撃砲とかチャージアックスの超高出力属性解放切りなんかは、まさに切り札って感じだ。右の武器種は派手な大技がないってことよね。どんな感じなの？堅実にダメージを与えられる武器ってことだな。派手さと泥臭さ、どちらの楽しみ方を優先するかってことなのね。とまあ、私ならこんな感じに紹介するかな。霊夢、どうだった？みんな個性的で、いろんな面があるのね。これだけ知ってしまうと、一つに絞れないわ。全部選びたくなっちゃうもの。どこを重視するかは人それぞれだ。この表を見比べて、自分の性格に合った武器を選んでみるのがいいんじゃないか？とっつきやすさには差がありそうだけど、どの武器も使いこなせたら楽しそうね。ここで紹介したもの以外にも、武器を選ぶ時の視点はたくさんある。火力が高そうだから使うとか、この武器にしかできないことがあるから使う。憧れの人が使ってたから使うなんてのもいい選び方だと思うぜ。モンハンでやってみたいことがあるなら、それに合わせて選んでみるのもいいかもね。大事なのは自分との相性だから、とにかくたくさんの武器に触れてみてほしい。ハンターライフを長く共にする最高の戦友が、きっと見つかるはずだぜ。なんだか、モンハンを買った時に戻って、もう一度最初の武器を選びたくなっちゃったわ。私もだ。きっとまたたくさん悩むんだろうな。こういうことはいくらでも悩めるもんだぜ。そう考えると、これからモンハンを始める人が羨ましいわ。
まったくだな。最初の武器の思い出があったらぜひコメントで教えてね。懐かしくなった人は高評価とチャンネル登録もよろしくな。ご視聴、ありがとうございました。いつもコメント、高評価ありがとうな。これからも、モンハンに関する動画を投稿していくので、よかったら他の動画も見ていってね。